リーフ語は、アフロアジア語族のベルベル語派に属する言語である。リフ語、タリフィット語、タリフィート語、北部シルハ語とも呼ばれる。モロッコ北東部地中海沿岸のリーフ山脈一体で話されている。極東タリーフィート語、東部タリーフィート語、西部タリーフィート語に細分化するが、この地域全体としてのベルベル語方言館では、コミュニケーションが可能。また、 西部タリーフィート語地域のさらに西側には、アラビア語とタリーフィート語の二重言語併用地帯である。北アフリカにおけるベルベル語の分布モロッコ北部のリーフ、ご使用地域リーフ地方のベルベル人は、従来のベルベル文字を使用せず、もっぱらアラビア文字を使用してきた。しかしながら、その表記法には一定の規則はなく、各人が様々な方法で話し言葉をアラビア文字化している。 2004年に発刊されたクライブ W、メクレランドスリーチョ A、タラフィットベルベルイングリッシュディクショナリー、ドキュメンタッティングアニエンデンジャードランゲージは、タリーフィート語を表記する際に、今日はイルシメートルで認められている、ティフナグ文字以外にネオティフィナグ文字やトアレグティフィナグ文字の、バリアからもいくつかの文字を併用している。独立母音としての基本母音は、A、I、U の3つであるが、これらは、 隣接音の影響を被って様々な音として現れる。母音、E、補助母音、E、子ーの3連続を避けるために、発音上補助母音、E が挿入される。MMN、そのように、から転じた、E の扱い補助母音の位置に、アクセントが移動することがある。この際は、として、はっきり発音される。エアゼム、君はそれを開けなさい、E、 の母音交換 E は、隣接母音の影響を被り、様々な母音に移行する YW との隣接の際に同回スイス、馬 R に先行する E は A に移行を選び選び、神からその他の高等音、規則音との接触の際に E は A に移行する傾向が見られるが、R との時ほど顕著な A は 現れないエクスグエグザグ、私は欲するから地域によっては E が高校外音、K や G、G には難校外音、Q、X との接触で I に移行するエジナインシー、君は取りなさい母音、I、I はや R に先行する際、超音点が E と A の中間点に移行する。ティラペラ、文字 U、U のバリエーションとして、 があり、同様に、R、や、との隣接の際の4として機能する。ウラン・オーラン、オーラン、ケラや及び一連のカビ入り部族において、女性単数名詞の語尾、の前に見られるタルハッキー、タルハキーと、修繕、B、F、新士音化女性単数名詞の語尾、の前に見られ、頭部タリーフィート5で、顕著と時セット時ソフト、白、要塞、T、D、 の間の相互交換公害音の GYKQX の間の相互交換難公害音 QX の間の相互交換 N に構続するは相互同化により LL として公害化する場合がある n e メクスズン n i ルメクスズン o n 政府の S は母音との接触の際西部タリーフィート語では優勢化して Z になることがあるサダあラ ゼダーラ、上に、ボイン、U、と、半身、W、との組み合わせにおいて、後方の半身、W、の重複は、GG、または、KK、に移行するアダはアダが、ギフ、義兄高校外破裂音は、西部方言で、破裂音化し、東部方言では、半ボイン、Y、に移行するタムジラテーメラ、収穫、男性名詞は、 通常ごとに、a を有することで特徴づけられる。一方、女性名詞は、男性名詞に、を、設備字を呼び、窃盗時として加える。アフロックス、男の子タフロックスと女の子名詞の格変化リーフ語の名詞は、すべてのものが、独立格を呼び、従属格の二つの形態を有する。独立格が、辞書に現れる形態であるのに対し、従属格とは、 名詞が文中で、他の語との依存関係にあるときに現れる形態である。リーフ語の形容詞は、名詞に放置され、名詞を修飾する。しかし、前方の名詞が不定名詞である際には、接字を伴う。規則動詞と不規則動詞がある、直接法と間接法がある。直接法の時制には、現在形、過去形、未来型があり、それぞれ単数と複数を区別する。 単数形の活用は、一人称、二人称、三人称男性、三人称女性複数形の活用は、一人称、二人称男性、二人称女性、三人称男性、三人称女性、直接法の認証には、無認証と呼ばれるものがある。現在形、過去形、未来形の三つに区別されるが、それぞれの時制は、認証や性、数による活用を持たない。 唯一に形態を有することから、分子と呼ばれることもある。命令法は二人称に対する形態のみ。単数の形態は共通だが、複数においては男女を区別する。形態的には、過去形の動詞が、意味上は、現在の事柄に言及することができる。この用法を持つのは、主に状態に言及する動詞。現在進行形、しているという概念は、 直接方現在形が兼ねている。五根に一連の接頭時を点火することで異なった意味を持つ派生同士となる。基本型大2型、S、台、3型、N、台、4型マイメートル、大ボルト型、トシック6型基本同士に、台、2型から大ボルト型の接頭時のうちいずれか2つを点型同士は、 通常直接目的語の前に置かれるが、強調の概念を示す際に直接目的語が他動詞に先行することがある。その際には、強調される語句の後に、節字、愛を挿入。名詞の後に無認証を分子とした句を形容詞的に添加する。無認証分子に、強調の節字、愛、または、愛を加える。ズバルクサー、おはようみず、ルクサー。 こんにちは、こんばんは、ナノセカンドイルマン、おやすみ、ラジル、お元気で。ありがとうございます。